今回もご視聴ありがとうございます。風の谷のサテウです。皆さんごきげんよう。アシスタントのレミリアです。今回は、去年大阪日本橋の土地で購入した B トレインを開封していきます。車種がすごい車種が、飛んだレア物揃いじゃない。ジャンクパーツも期待大ですね。開封が楽しみです。っていうか、関西なんていつの間に行ってたの？去年神戸に行きまして、そのついでに立ち寄った日本橋1号店で大量被弾しました。旅先でも器用に被弾するな。初関西編、ご期待ください。まずは、すでに動画でネタバレしている新京成電鉄 N800 型から行きましょう。N 化されてて、しかもモーター付きじゃん。お値段は税込みで1600円です。安い。しかもこれ、あろうことか床下機器まで付いてるんですよ。そしたらパンタも。もちろん N 化されてます。ひえまさかのフルコース。このように精密部品が多い中、外袋の中まで梱包されているというのが珍しいですね。本橋店員さんの気遣いだね。僕が行った時には超大量買い取りがあったらしく、ワゴンいっぱいにこれが詰まってたんですよ。じゃあ店員さんはそれを一つ一つ。心意気ですね。さすが大阪。とりあえず開封してみましたが、クオリティがやばいですよこれ。屋上の色差しはちょっとのはみ出しもなく決まってますし、前面は手製の部品を入れて胴受けを裏から固定してあります。連結部はしっかり加藤カプラーだし、方向膜はビタビタに決まってるね。何者？プロの方の作品でしょうか。そう言われても納得の品質よこれは。とりあえず、南船橋で入手した産業と合わせてフル編成ができたわけですが、編成組成は長くなりそうなので割愛して、別動画で解説します。南船橋編と合わせてどうぞ。お次は東武3万系で、基本的にはさっきと同じです。いやさらりと言うけど、税込み1600円で N 回 TM 超絶技巧でしょ。そうですね。N800 との違いはアンテナが交換されていることと、床下機器の違いくらいです。ひえー、B で床下を作り分けてるのか。どうやら GM キットのものを流用しているようですが、首振り干渉もほとんどなく、素晴らしい出来栄えです。すっごい作り込まれてるのね。また、N800 のパンタは1本ホーンでしたが、3万は2本ホーンのものを搭載しています。当然っちゃ当然ですが、中古品でこの質というのが信じられません。しかも1600円だから1両400円でしょ。パーツ代とトントンくらいで、車体がおまけのような額じゃない。それは言い過ぎ。でもないんですよね。ヤフオクなら3倍くらいの価格がついてもおかしくありません。というわけで、これで3万もめでたくフル編成。新ロットが尾が手に入れば、すでに入手してある GM のスカートをつけてディテールアップできます。いつの間に、スカイツリーラインら辺も揃ってきたね。ぼちぼち、整備もしなきゃなんですけどね。さて、今度は相鉄9000系です。集約分散式クーラーへの色差しが凛々しいですね。わあすごい、色差しで着せがこんなに引き締まるのね。ただ、前面貫通扉への墨入れはあんまりうまくいってない感じです。前面下部にそのまま染み出しちゃってるね。その他はあまり加工しても生えないと判断したのか、床下は台車乾燥とカプラー交換のみにとどまっています。いやまあそれで十分っていうか、それが普通っていうか。お値段も変わらず1600円だったので、1M や台車、パンタを考慮したら十分お値打ちです。最近じゃ状態に関係なく相鉄車は高いからね。しかも旧塗装がこのお値段で増備できたというのは本当に嬉しいですよ。でも、前まで造形が悪いから旧塗装は集めないって言ってなかった。いやー、8000系の旧塗装を集めてたら9000系も欲しくなっちゃって。で、しれっとフルになってる。これは改造の種車ですが、探せば意外とあるもんですね、相鉄車。なお前面用の鉄これは全然見当たらない模様。マジでないですよあれ。では後半。パーツの部に参りましょう。名鉄2200系の取説とステッカーです。名鉄用は方向膜がついてるのがいいよね。2200系は名鉄の中で一番好きなんですが、中古買い集めた都合上、ステッカーがないままでして、だから100円で入手できたのは嬉しいですよ。そして、前に SO9707 くんがくれた2枚と合わせて、側面膜が6両分集まりました。ありがとうございます。ありがとね。そしてこちらは、なんとおまけでいただいた、ポールスター2のシャバンインレタです。あ、そうか、あんた北九も好きなんだっけ。新鮮型をベースに製造も画策しているので、なんとも嬉しいおまけです。お前は何を言っているんだ。さあラストはこのジャンク袋、行ってみましょう。500円でこのボリュームですよ。すごいですね。お、いい感じの物量だね。ステッカーも見えてるし。そして開けてびっくり、この物量です。何これ、ほとんど余ってるじゃん。初期製品でしょうか、4両入りの。AU712 クーラーも入ってるから、そうなんだろうね。ランナーから切り出してみたら、最終的にこんな物量に、AU712 も比例棒も、必要だったので助かりますよ。そして低運が重たくさん集まりました。これでサテクの103系作戦も進むことでしょう。相変わらずストックばかり溜まってくんだから。ステッカーもなかなか濃いですが、基本的にはこの前の水先編のと同じですね。しかし、これだけ余りが出るなんて、昔は太っ腹だったんだな。いやー、今回も大量でしたね。5400円分も買えば大体そうなるけど、今回は密度もすごかったからね。それこそ金賞ものですよね。
今回は開封しただけですが、神経性 N800 型などに手入れをする動画も出していきます。よろしければ合わせてご覧ください。そして、今日からサテクでメンバーシップが有効化されたわ。いろんなプランを用意してますが、おすすめは最安値のやつですね。毎週日曜日に限定ライブをします。ぜひ一緒に楽しみましょう。中身はサテを言いなりにできるプランも。それはあんまりやらないでほしい、かな。ま、バッジやスタンプでパーッとやりましょう。もちろんメンバーじゃなくても今まで通り楽しめると思うわ。より一層、って感じですね。そんなところで、今回はこの辺で。では今回も、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。それじゃあまた次回の動画も、よろしく。